デレク・シェディニアンはアメリカ人キーボーディスト、ヘビーメタル、ハードロックの分野で活躍。アリス・クーパーバンド、ドリームシアター、イングベイ・マルムスティーンズ・ライジング・フォース等で活動し、現在はプラネット X を率いている。ギリシャ系アルメニア人の家系である。ギターワールド氏はシェディニアンをキーボードの王と称し、アリス・クーパーからはキーボード界のカリギュラと名付けられている。また、 英語版キーボードマガジン氏は2011年にシェディニアンを新世代のキーボードヒーローと発表した。キーボーディスト小川文明は教則本地獄のメカニカルトレーニングフレーズにおいてシェディニアンの曲を参考にしたフレーズを取り上げた際、解説で基本のスケールからかなり逸脱しているのでやや複雑に聞こえるかもしれないとシェディニアンのスタイルを表現した。 多数のメーカーのキーボードを使用しているが、シンセサイザーはコルグやノード、ピアノはヤマハのグランドピアノ、ハモンドオルガンを主に使用している。特にコルグとはエンドーサーになって25年以上の深い関係にある。後実するコルグのシンセサイザーによるモンスターリードの音色はドリームシアターのアルバムホーリングイントゥインフィニティでの使用で有名である。サンズオブ、アポロのアルバム MMXX に収録されているアスフィクシエーションのレコーディングでは、ヤマハのグランドピアノの弦を一部ミュートさせ、プリペアドピアノ的な特殊奏法を採用した。また、ヴィンテージキーボードを多数所持していて、彼のツイッターアカウントなどには貴重なシンセサイザー、エレクトリックピアノ、ハモンドオルガン、メロトロンなどの画像が多数アップロードされている。シェリニアンがジャック・ホートップと作った。 シンセリード。コルグトリニティシリーズに収録されているプリセット音色、モンスターリードのパラメーターを開くと、巨視上波とパルス波をもとにエフェクトをかけた音色なことがわかる。使われているハイゲイン、和というエフェクトが特徴的で、剣祖の小口健一やゴルネリスのユッキーが、それぞれプラネット X のアルバム、クアンタムの解説や、キーボードマガジン、2013年スプリングの ハードロックキーボードメーカーの記事で指摘している。ハモンドオルガンとエフェクトペダルなどによるディストーションの効いたオルガン。二代目のコルグコンボオルガンシリーズには、シェリニアンが作成した DS ボールズという音色が収録されている。DS ボールズのロータリースピーカーシミュレーターの設定は、コルグのスタッフが当時のシェリニアンのスタジオに出向き、 シェリニアンのレスリースピーカーを研究して作成された。ありがとうございます。